はい、山形県酒田市のバイカー鈴木モータースです。今日はですね、こんな感じでかっこいいマシンがたくさん揃っております。全部俺のバイクって言いたいですね今日はどれでツーリングに行こうかなみたいな、同じ R1000 でも年式が違うぜみたいなね、そんな感じで並んでいるわけですけども、うち2台がですね、今日あの来ていただいた山形市ですよね、南陽市ですか、南陽市知ってますよ南陽市から来ていただいたこちらの素敵なバイク乗りカップですお二人ともライダーなんですよ。さあ皆さん質問です。彼氏さんは何乗って、彼女さん何乗ってでしょうか。ですね、彼氏さんはこちらの川崎の H2、 高級マシンですよ、高級マシン、超かっこいい。で彼女さんがこちらの GSX-R1000 の2011年モデルですよね。はい、はい、11年モデル、女性でリッターバイクですよ、しかもスーパースポーツで。彼女さんは前何乗ってたんでしたっけ。前はホンダのレゴに乗ってましたどうして R1000 に乗ろうと思ったんですか。いや、なんかなんでしょう、いろいろ見ててまたがったらビビッと来ちゃったんですよ。なるほどなるほど。カノさんはカノさんが R1000 に乗ってますけど、どう思いますかそれについて。いや、たまに借りて乗ったりしてるんで、自分も楽しめて。あ、一番いいですねいやでもですね、なかなかこうバイク乗りカップルで 1000cc のスーパースポーツにですね2人で乗ってるっていうのはなかなかないですよ。これ非常にいいことでして、僕なりですね思うのが、同じこういうスーパースポーツで 1000cc 乗ってると、ツーリングに行く場所とかですね、道路も非常にこう共有しやすいっていうのもありますし、疲れてくるポイント、距離とか快適なスピードとかですね、そういうのも非常に一緒になるので、ものすごくツーリングをしていてお互いが気が楽っていう感じですね、つながっているっていう感じがしますよね。なかなかこう 1000cc のスーパースポーツカップルっていうのは、ね、全国的にも珍しいと思います。非常にですね、かっこいいカップルの2人が、今日はご来店いただいたので、記念にですね、ちょうど外にスーパースポーツ並んでたので一緒に並べてみましたでこちらの車両がですね、昨日買取で入会いたしました GSX-R1000 の K8、 2008年モデルになります。鈴木はですね、2001年を K1 って言ったりですね、2005年 K5 とかで、2010年からは L0、 2011年から L1 というふうに表現をしておりますけども、この2007年、2008年、2009年、2010年は左右2本出しと、マフラーがで、 JMCU 対応の、車検対応のこの吉村マフラーもスリップオンでついています。こちらの車両の詳しいご紹介動画もですね、後々お撮りしますので、ぜひ興味ある方はお問い合わせいただければと思っています。はい、そんな感じで今日は非常にいいですね、今日は天気も良くて。ありがとうございます。ぜひ楽しんで、はい、気をつけて帰ってください。はい、ありがとうございます。では、かっこいいバイクのご紹介でした